皆さんこんにちは。時は令和5年6月4日、兵庫県明石駅に来ております。この明石から大阪まで本日は新快速を利用します。使用車両は223系1000番台、AC との連結車になっています。明石駅を出発しました。次は神戸に停まります。明石駅の所在する明石市なんですけども、近年の子ども政策により人口が増えておりまして、明石駅の利用者も年々増えているようです。もともと明石駅は郊外の中で新快速が止まる駅ということで、神戸や大阪に通勤する人のベッドタウンとして人気があった街です。近年とても人気な住みやすい街ということで、駅周辺にはたくさんのマンションが建設されています。また神戸や大阪への通勤においては、山陽電車からの乗り換え客も多く、新快速も明石から混み出すようになっています。右側に山陽電車の人丸前駅が見えますが、この辺りで東経135度、日本の標準時四五線を通過します。朝霧駅を通過します。朝霧駅を通過したあたりで列車は明石市から神戸市に入ります。右側には明石海峡が広がっています。神戸と淡路島を結ぶ明石海峡橋が見えます。右側の窓だと綺麗に前景も見えます。新快速が通る列車線は一段高いところを走っているので、他の電車線や山陽電車よりも明石海峡がクリアでよく見ることができます。舞子駅の手前で山陽電車は JR 神戸線をオーバーパスしていきます。ちょうど通りかかっていたのは山陽姫路行きの直通特急阪神8000系でした。明石海峡橋の下にある舞子駅を通過します。明石海峡橋は明石の橋と思われる方も多いかもしれませんが、橋の本州側の所在地は神戸市晴海区の舞子にあります。画面左上の部分、223系はここ最近運転手保護のためロールバーが後付けされています。225系は踏切事故の際なのに乗務員保護のため窓も小さくなり、運転台も一段高い構造になっています。これは福知山線事故以来の安全設計を採用しているためです。事故以前の設計で前面窓の大きい223系は踏切事故などの際に乗務員の被害軽減のため後付けで対策がされています。舞子駅の手前で分かれた山陽電車が今度は左側で再合流します。垂水駅を通過します。垂水駅も山陽電車と JR の駅が隣接していますが、新快速が止まらないこともあってあまり乗り換え駅という印象はありません。また垂水駅からは山陽電鉄系統の山陽バスが垂水駅前から各地を結んでいます。画面右側に見えるのは後付けで付けられた転落防止ポールです。こちらは2010年に発生した舞子駅での転落事故の対策になります。この事故は泥酔状態の乗客が編成の連結部に転落し、誰も気づかず列車は発車、乗客が死亡したという事故です。列車を並行して運用することの多い JR 西日本ならではの事故原因とも言えますが、その対策として今映っているような転落防止ホロの設置などが行われました。その他いろいろな対策を JR 西日本は普段から行っているのですが、
何よりも利用する私たちがお酒を飲みすぎないようにする、ほどほどにしておくっていうことが一番大切です。西明石行きの普通電車207系の体質回転車とすれ違いました。塩屋駅を通過します。塩屋駅を越えると瀬戸内海のすぐ近くを走ります。今まで右手側にあった国道2号線は左手側にオーバークロスし、新快速が走る JR 神戸線は一番海側を走ることになります。この区間は山が海のすぐそばまで迫っており、わずかなスペースに JR 神戸線、国道2号線、山陽電車が肩を並べて走っています。この山と海がぶつかる地形は、旧国制では摂津の国と播磨の国を分ける旧国境、現代では須磨区と垂水区の区境となっています。この辺りが有名な列車撮影地のスマッシオカーブ。珍しい列車の運転時は多くのカメラマンで賑わいます。須磨駅を通過します。須磨駅は海水浴場の前にあり、ホームからビーチが見えたり、磯の香りが漂います。シーズンになると海水浴場の目の前ということで、多くの海水浴客が須磨駅を利用します。須磨海浜公園駅を通過します。須磨海浜公園は2008年に開業した比較的新しい駅です。現在リニューアル工事中の須磨海浜水族園の最寄り駅です。阪神高速の3号神戸線をくぐります。3号神戸線は神戸と大阪を結ぶ主要な阪神高速の路線で、多くの自動車が利用しており、時折長い渋滞が発生しています。高取駅および神戸貨物ターミナルを通過します。この高取駅の北側には国鉄時代から続いた高取工場が所在していました。車両の整備製造を行う名門工場でしたが、平成5年に発生した阪神淡路大震災で大きな被害を受け、また神戸市の震災復興事業に土地を提供するため、2000年に100年の歴史をもって閉鎖されました。現在その機能は淡路総合車両所に移されています。正直思うところ、 JR としては震災前から神戸市内で土地代の高い高取工場を早急に郊外に機能移転したかったのではないかなと思ってしまいます。例えばですが、今通過している新長谷には JR 系のマンションがあり、高取工場の跡地を JR がマンションを建設し販売するなどすれば、不動産事業としても大きな収益の柱になったかもしれません。こういう土地のことについては国鉄はかなり無関心だったのですが、やはり JR 民間企業になってからはかなりその辺がシビアになるようになってきました。例を出せば JR 東日本にある高輪ゲートウェイの周辺には車両基地が広がっていますが、それらを今郊外分散し土地開発を行っていたり、現在開発が進んでいる大阪駅北側の梅北エリアについても、もともとは JR 貨物の梅田貨物駅だったのですが、そちらも機能移転し現在開発が進んでいます。兵庫駅を通過しました。
この兵庫駅からは和田岬線が分岐します。令和5年3月18日割と最近まで国鉄型通勤電車の103系が運転していました。現在停車中の神戸駅は路線上山陽本線の起点、東海道本線の終点になっています。しかしながら当の JR についても JR 神戸線の愛称で案内しているため、あまり終点起点の雰囲気はありません。現在の神戸の市街地は三宮周辺となっており、神戸駅の利用客はハーボーランドへの観光客が多いです。新快速電車神戸駅を発車しました。神戸駅からは東京から神戸を結ぶ由緒正しき伝統の大街道、東海道本線を走行します。しかしながら新大阪で入れ替わる東海道新幹線、山陽新幹線のように乗務員が交代するわけでも、何かアナウンスがあるわけでもなく、ほとんど途中駅の扱いで列車は進んでいきます。神戸市一番の市街地、そして阪急、阪神、地下鉄、ポートライナー、交通のターミナルである三宮駅に到着しました。阪急阪神は2014年から駅名を神戸三宮と呼称していますが、 JR に関しては以前のまま三宮駅として案内しています。また JR 三宮駅は長らく駅ビルがない状態が続いていましたが、32階建ての新駅ビルが2029年度に開業することが発表されました。三宮駅を発車します。
三宮駅では多くの乗降がありました。三宮駅なんですけども、サンライズの13号車14号車分のホームの部分が閉鎖されていました。まあ1日1本利用するかしないかのホームですし、細くなって危険でしたので、まあしょうがないのかなと思います。13号車14号車を利用する人は12号車から乗車して13号車14号車に移動すればいいだけの話ですし、そこまで多くの利用者が三宮から乗ってるわけではないんで、そこまで影響はないんじゃないかなと思います。ここから大阪までの阪神間の輸送については、 JR 阪急阪神が並走して三つどもえのシェア争いをしています。マヤ駅を通過します。マヤ駅は2016年に開業した新しい駅で、もともとは東灘信号場でしたが旅客駅に格上げされました。また平成15年まではもともとの東灘信号所から神戸港駅まで神戸臨港線という貨物専用線が分岐していました。ただいま通過している六甲道駅は、平成7年の阪神大震災で高架橋が駅舎ごと倒壊するという大損害を受けました。この時1階部分の駅舎橋脚は崩壊しましたが、高架橋の路盤は無事だったため、無事な高架橋をジャッキアップして水平に戻し、壊れた橋脚だけを直すという前代未聞の復旧工事が行われました。奥村組を中心に成し遂げたこの復旧工事は NHK のプロジェクト X にも取り上げられました。神戸市東灘区の住吉駅を通過します。右側には神戸市の人工と六甲アイランドに向かう新交通システム六甲ライナーの高架橋が見えました。摂津本山駅を通過します。摂津本山駅は阪急の岡本駅に近いですが、阪急の岡本駅は全列車停車に対して、摂津本山駅は普通列車しか停車しません。神戸市最後の駅である港南山手駅を通過します。港南山手駅は平成8年に開業した比較的新しい駅です。港南山手駅を通過すると芦屋駅に停車するため、列車はブレーキをかけ始めます。
列車は高級住宅街芦屋市の中心駅芦屋駅に停車します。新快速が入線しているタイミングで隣の普通電車が発車していきます。もう少し普通電車が止まってくれれば平行乗り換えできたのではないかなと思ってしまいます。芦屋駅を出発しました。次は尼崎に停まります。電車は桜宿川駅を通過しました。桜宿川駅は2007年に開業した比較的新しい駅です。開業当初は駅名にちなみ小袋の桜が設計メロディーとして使われていました。また桜宿川を通過したあたりから JR 神戸線は直線区間になります。新快速は最高時速の130キロで走行します。最高速度130キロが有名な新快速ですが、実際はカーブなどで制限を受けるため最高速で走行できる区間はあまり多くありません。130キロ運転の状態で西宮駅を通過します。阪急南今津線の下をくぐります。南今津線は西宮北口から今津までを結んでいます。その昔西宮北口駅にはダイヤモンドクロスがあり、神戸本線を越えて今津と宝塚を結んでいましたが、現在は西宮北口で南北に路線が分断されています。名神高速道路の下を通ります。日本初の高速道路として西宮インターから小牧インターを結んでいます。名神の名前は名古屋と神戸を結ぶという意味にはなりますが、実際は名古屋市にも神戸市にも通じていないというなかなか大人の事情が多い高速道路になっています。列車は甲子園口駅を通過しました。甲子園口でいうといかにも阪神甲子園球場の近くにも見えますが、実際はかなり離れていまして、この駅を利用して阪神甲子園球場を目指すことになると相当な地獄を見ることになります。列車は向こう側を渡り尼崎市に入ります。立花駅を通過しました。次は尼崎に停車します。
尼崎駅の手前で JR 福知山線と合流します。 JR 福知山線の尼崎から笹山口までの区間は JR 宝塚線の愛称が付けられ、多くの通勤電車などが運転されています。尼崎駅に停車します。尼崎駅はいろいろな路線が乗り入れ、新快速を止まるということで、住みやすい街として近年開発が進んでいます。尼崎の知り合いとかもいるんですけど、尼崎市民の人って面白くて、あまり尼崎っていう地名を使いたがらないんですよね。向野荘だったりとか塚口とか細かい地区の名前言ったりしています。それはどうしても尼崎というと治安の悪いイメージがあるからなのだと思います。これはネタで聞いた話なので真偽のほどは分かりませんが、傘と自転車をシェアしているというなかなか面白い生活を送っているらしいです。尼崎駅を出発しました。次は大阪駅に停車します。神崎川が兵庫県と大阪府の県境になっており、神崎川を越えると大阪府に入ります。そして神崎川を渡ると東西線は地下に分岐していき、北新地方面に向かっていきます。列車は大阪の象徴的な河川淀川を渡ります。淀川の向こうには梅田のビル群が見えています。この景色を見ると大都会大阪に入ったという実感が湧きます。右側には阪神高速11号池田線が並走します。
象徴的な大屋根が見えてきました。現在の駅舎は明治7年の開業以来5代目の駅舎になります。今回の降車駅である大阪駅8番乗り場に停車します。大阪駅を境に路線の愛称は JR 京都線に変わります。多くの乗客は入れ替わり、また乗務員も交代しました。新快速はこの先新大阪、京都などを経由して終点の安まで向かいます。10号車には有料座席指定車 A シートが連結されています。着席保障や快適なシートはとてもありがたいです。ちなみに三宮から大阪梅田の各車比較です。 JR は所要時間こそ圧倒的ですが、運賃では阪神・阪急の方が安くなっています。さて今回の動画はここまでです。皆様ご視聴ありがとうございました。